北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは。2週間のご無沙汰、北野しおりです。少しずつですが確実に春めいてきたと思っている佐藤美久です。ちょうどラジオを聞きの皆さんの中にも周りで卒業を、ね、されている方もいらっしゃると思いますが、はい、しおりちゃんのこうなんか人生最大の卒業式の思い出とかありますか？はい、なんか細かく思いないろいろあるんですけど、はい、一番は私、うん、中学の卒業式の日が大震災、あ福島の明日がそう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 の日だったので、卒業式終わってその高校の制服作りに、うん、あの埋め立て地の方行ったらちょうど地震起きて、うんうんはい、しかも私ちょうど試着してる最中で、うんうんうん、なんか高校名デカデカと入ってる試着用の制服着てたんで、やばいこのまま逃げたのめちゃくちゃダサいじゃんみたいなそういう思い出ですね。なるほど、はい、なんか浸る間もなく、うんうんそういうことがあったなと、ね、もうだいぶ前、そうね、何年前だ、結構私もだって高校1年生とかぐらいだから、はい、そうそうね、だいぶ前だなって、何年前だ、もうなんか、うん、結構新鮮な思い出だけど、うん、だいぶ年数数えると結構前なんだなって思いますね、うん、人はこうして大人になっていくんだなみたいな、うん、それ私も思います。私もね、はい、高校はね女子校だからそれあんまそういうことなかったけど、はいはい、中学校はね共学だったからなんか先輩のボタンとか、なんか第二ボタン、第二ボタンじゃなくてもう全部持ってかれてた。そうなんだ、袖についてるボタンも全部持ってかれてた。でもそれやっぱ第二持ってった人がさ一番さ、そうそうそう、本命に近いっていうかさ、いやすごいなって思うから、なんか本命彼女感ある、うん、なんか一番近い感じする、ね、いいよね、男の子の特権じゃないそういうのって。確かに、いやでも私も男だったらモテたかったな。私もなんか学ラン着たかった。学ランとかにパーカーとか着たかった。ああいいね、いいねいいね。私第二ボタン争われたかったな。私いい、ね、男だったらモテてたと思う、うん、私もそう思ってた。ではですね、はい、いやさてそれもう話はねちょっと戻ります、はい戻しましょう。でこの北野しおりのリアルドライはですね、私のお隣にいます、はい、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと私タレントで女優の、佐藤美久の2人がコスプレという視覚に訴えていくものをあえてラジオという聴覚に訴えていこうと企画された番組です。はい、それでは今回最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー、イエイ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 。このコーナーは毎月放送の翌月、はい、今回だったら3月ですね、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見を交えてご紹介していくコーナーです。なるほど、はい、でまず一つ目はですね、4月7日日曜日にかりそめ街アットコーノス実行委員会主催のかりそめ街コーノス第5章 会場が埼玉県にあるコーノス駅の、東口周辺エリアです。で2つ目が、4月14日日曜日にアコスタ主催のアコスタアット豊島園、会場は豊島園です。そして続いてが、4月20日土曜日と21日日曜日がサンリオピューロランド主催コスプレカーニバルインサンリオピューロランド、会場はサンリオピューロランドです。そして次が、4月の21日日曜日東京ドームシティ主催の、ニューレイヤーズパラダイス、会場は東京ドームシティです。そして4月27日土曜日28日日曜日は、株式会社ドワンゴ主催ニコニコ超会議2019、うん、会場は幕張メッセ1から11ホールイベントホールとなっております。とここまで、日程だけのご紹介をねさせていただきましたけれども、もう少しおのおのについてね、補足説明をねさせていただきますと、4月の14日のアコスタアット豊島園はアコスタさんの主催では初の豊島園開催です。このアコスタとはラジオねお聞きの皆様にも全くちょっと馴染みの、ね、ない言葉だと思いますので、うん、少し説明をねさせていただきますと、アコスタとはそもそも撮影スタジオを経営しているハコスタ、おそらく箱のスタジオ
ていう意味なんでしょうかね、はい、という、まあ、会社さんが手掛けるというか企画をする、コスプレイベントの総称がアコスタというそうで、うん、おそらくこちらはアニメ、コスプレスタジオみたいな意味だと思いますが、はい、とりあえず、まあ、全然わからない番組リスナーの代表としてこのアコスタはしゅうちゃんもしこのコスプレ、豆知識テスト基本編みたいなのがあったとしたら、はい、テストに出るレベルの基本知識ですか、まあ、関東圏で活動してるレイヤーさんからしたら、まあ、常識というか基礎知識に入るんじゃないですかね、うん、そうなんだ、大体の人が知ってる、大体知ってますね、うん、あそうかそうか、豊島園でっていうのは私初めて知ったんですけど、ああそうなんだ、ね、アコスタって言葉自体は結構みんな知ってる、あそうだね、そう広く広まってる言葉だなって思います。でもお話をね戻しまして、はい、まあ、4月14日のアコスタアット豊島園のイベントでは、まあ、広い敷地の豊島園でたっぷり撮影ができます、はい、豊島園にある我が国に現存する遊戯機械の中で最古かつ世界でも最古級の回転木馬、うん、カルセルエルドラドは機械遺産に認定されています。へ、100年以上の歴史を持つ貴重な文化遺産でもあり、歴史の雰囲気を感じる遊具で撮影したい方はぜひおすすめです。またウォータースライダーの真下、鉄骨のあるロケーション洋館などもあるので、バリエーション豊富な撮影も可能です。続いては4月20日、21日に開催されるコスプレカーニバル in サンリオピューロランドは、なんといってもサンリオピューロランドということでメルヘンチックで可愛い雰囲気の撮影ができるのではないでしょうか。はい、イベント開催時間もですね、朝の9時から夜の21時30分までと、通常のこういった施設を使ったイベントの中では長くて、その上18時30分からはこのイベント参加者のみが園内にいられる、まあ、いわゆるイベント参加者限定の貸し切り時間になりますので、一般の、園内利用者の方を気にすることなく撮影に専念できると思いますよ。そしてもう一つ、4月27日28日にはニコニコ超会議という日本でも最大級のイベントの一つが千葉県にある幕張メッセで開催されます。こちらのイベントは、登録会員数6000万人を超える動画、サービスサイトニコニコ動画さんの、オフラインミーティングを自称したイベントです。このオフラインミーティングとは、いわゆるネット上で知り合った人々がネットワーク上ではなく現実世界オフラインで実際に集まって親睦を深めるということで、オフ会、オフミ、オフなどと、略されることが多いです。その大規模なオフラインミーティングニコニコ超会議というイベントは昨年4月も開催され、なんと16万人を超える、参加者が、あったそうです。イベント内容としてはコスプレイベント以外にもですね、たくさんの企画があり、今話題の VTuber やリアル脱出ゲーム、歌舞伎とコラボした超歌舞伎などの企画もあるそうです。その他にも大小様々なイベントも開催予定です。皆さんどんどん積極的に、まずはこうイベントにね参加することからコスプレの、ね、魅力に入っていかれてはいかがでしょうか。まあ、なおイベントによっては事前申し込みが必要であったり、人数の条件が設定されるケースもございますので、必ずホームページなどのでご確認の上ご参加ください。またお問い合わせの際には会場ではなく、くれぐれも各イベント主催者さんにお問い合わせをいただけますようお願いいたします。しゅうちゃんはなんかどれか行く予定とかありますか？あ、ニコニコ超会議行こうと思います。日曜日、大きいイベントですね。大きいイベントですね。なんかコスプレイベントとは書いてあるんですけど、うん、コスプレ以外にも楽しめるブースすごいいっぱいあって。あ、そうなんだ。はい、一日いても飽きないなっていうイメージです。賑わってる。なんか食べ物とかもいっぱい出てるんで。あ、そうなんだ。行こうかなって感じです。みくちゃんは、はいはい、あのコスプレイベント参加したことありますか？いや一回もないです。本当に？本当に一回もない。なんか今こうやって一緒に番組やってるわけじゃないですか。はい。もしよければ、あの一緒に、あの行きませんか？え？一緒に行きましょう。え？私が？一緒に行きましょう。はい。どんな形でもいいので。あ、
一緒に、まあ、まあ興味はねさすがにやっぱ、ね、なるほど あるからさ今現地撮りました興味あるとのことですはいみくちゃん、うん、ということで、はいはい、来月か再来月このコーナーで、はい、みくちゃんコスプレイベント初見学リポートということにしませんかしましょうわかりました、はい、結構ね無理やり押したんですけどはいわ、はい、かりましたわかりました、はいはい、じゃ頑張って頑張ってというかね、うん、参加ね、はい、でいただければなと了承取ったので、はい、以上思います、はいはい、イベントオブマンスリーのコーナーでした、はい、今月の塩ミクランキングのコーナーイエーイ改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは今月の塩美久ランキングです、はい、毎回お断りしておりますが可愛いキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと、まあ、一応ね誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久が毎回ランキング形式で人気のスイーツなどについてガチリアルにもしかしたらちょっとだけねドライにコメントしていくコーナーです、はい、くどいようですけれども、あらかじめ申し上げておきますが結果的に私たちのね2人のコメントがリアルドライにもしくはしおりちゃんの塩ではなくいわゆる塩対応の塩、はい、ソルトの方の、塩ランキングになったらすいませんごめんなさい、はい、さてですね前回食パンについてね2人の試食ランキングでしたけれども、はい、ねなんだっけ銀座の食パン香りとかねそうですね私食パン大好きなんですごい嬉しかったし、うん、私はやっぱり一番美味しいのと一番高いのが比例したのでさすがだな私って感じでした、ね、そう一番ね高いのはね、はい、そう俺のベーカリーさんのね俺のベーカリーさんそうそう甘くてふわふわで美味しかったですしおりちゃんバッチリ当てました、はいね、あのビッドフランスさんとね100円ローソンさん逆になっちゃったけどね逆になっちゃいましたねそうそうそう、まあ、それは好みの問題ということで片付けてもらえると私はもう1位がまさかの、ね、100円ローソンさんでしたからそうですねまあ今回はね、はいうん、しおりちゃんもねぜひね当てていただいて、はい、当てます、はいはい、私もね、まあ、好みもありますから、はい、ちょっとね頑張っていこうと思います自称グルメの何恥じないよう頑張ろうと思いますそうだね、はい、私は、はいじゃあ今回もね頑張っていきましょう、はいそれではですね今回も、女子に大人気、うん健康にも必須アイテムのそうなんだカマンベールチーズなるほど3種類、有名店のものも含めてですね ご用意いただきました、はい、ではですねあの、はいまあ、ちょっと説明させていただきましょうお願いします、はい、一つはですね一番高い、はいカマンベールチーズがなるほど、株式会社久田さんの久田さん、カマンベール・ドゥ・ノルマンディっていう AOC でこれ 250g 税込み2400円となってます、はい、なるほど結構あのお高めのお高い、はい、でなんかカマンベールチーズの発祥の地のカマンベール村っていうのがあるみたいでそのコミューンで作られてるカマンベールチーズだそうですへえ、はい、ですのでこれここのねあのチーズが高いですので本場の、はいはい、で続いてがですね2つ目が、新札幌乳業株式会社さんの、はい小林牧場物語、はい、手作りカマンベールチーズなるほどこちらが135g 税込み1130円でございます、はいはい、こちらがですね、うん、あの平成15年の第4回オールジャパンナチュラルチーズコンテスト、はい、ソフトタイム部門優秀賞でございますへ結構こう百貨店とか、はい、あの北海道のアンテナショップで結構取り扱いられてるチーズだそうです。そうですねでそして3つ目がですね、はい皆さん多分おなじみかと思いますけれどもおなじみ、株式会社、明治さんのですね、はいトカチ、カマンベールチーズはい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 がこちら 90g で税込み540円となっております。なるほど値段の差に結構開きが出てます、はい、これが味に反映されてるのかどうかがそうなんですよ、はいまあ、好みもあるので、うんうんうん、ではちょっとね、はい、早速、はい、食べていこうかなと思います。はい、しおりちゃんお願いします、はい、いただきます。 A からいきます。結構ね、まあ、ABC あるんですけどやっぱ違うねとろっとしてるやつと、はい、あの個体のものもあるけど どうですか。え皮がよく残る口どけはいいです。わかりました。ちょっと私いきますね。どうぞ。いやわかんないな。なんかチーズだけ単体で食べたことあんまないからどうですか。はい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 。なんだろう結構やっぱ硬いというか私の知ってるカマンベールチーズより硬いイメージですね、はい、そうなんだ。割と癖ない感じかも。うん、うん、ああ癖はないかもね、はいうんうん、2個目いきます私、うん、B いただきます。
B と C が比較的にトロッとしてるやつだね。私あでもまあ確かに全然わかんないかも。 B は A より硬いかも。え嘘本当。じゃあ私もじゃあ口の毛が口の毛がじゃあ私もはい B をねいただきます。いただいてください。 B わかんないこれ難しい。ロースか。私あんまりカマンベールチーズ単体で食べたことない。美味しい美味しい。なるほど美味しい。いただきました。癖があんまりないかも。 B A よりかは確かに、うん、B の方 A の方がちょっと癖があるかも。なるほど、うん、じゃあ次 C に行きますか、はい、C 行きます。私いただきます、はい、これもね結構皮がね硬いやつかな。中がトロッとしてるやつだね。どうですか皮。皮が分厚い一番でも、うんうん、あ一番、うん癖のある味するのが C かもしれない。本当、うん、私では私は私じゃあ C ね。どうぞいただきます。いただいてください。いや難しいこれ全然違いや分かる違うの分かる違うの分かるんだ。すごい何これ。いやそんなにリアクション出る全然あなんか、うん、C は高級そう、はい、あーそうなの。一番味が口の中に残る。はい、うん、確かあそれあるそれある。一番なんかカビ感ある。溶ける溶けるカビ感ある。ああーそう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 白カビ。いや溶けるすぐ。わからんこれちょっと、あでも分かりやすいかもこれ。私は私グルメとかほざいてるけどチーズ単体で食べたことあんまりない。パンにのせるぐらいしかないよ。うまいマジですか。わ、うん、からん。じゃあ大丈夫ですか。もう決まりました。うんうん勢いでいきます。はい、はい、分かりました。ではまず第3位からかな、はい、これ個人の意見ですからね。そうですね。まず私から発表させていただきます、はいはい、私の第3位は A です。なるほど、うん、ありがとうございます、うん、やっぱね一番硬い。ああの外も中も硬い状態、はいはい、だからうーんなんかあのなんだっけ雪印さん、はい、あ明治さんだね、はい、株式会社明治さんのトカチカマンベルチーズかなって思ってます、はい、なるほど、うん、私の第3位も A ですね。お同じ。なんでかっていうと、うん、一番あっさりしてた。あーそうね。そうだから日本のあり、うんうんうん、ごく一般的に言ってるカマンベールチーズかなっていう感じです、うんうんうん、なるほど。ではじゃあ、はい、第2位。第2位、うん、じゃあしおりちゃんから。はい私これ B ですね。はいなんだろうなんか消去法です消去法で B 真ん中平均値かな、うん、はい。これがね私ね、はい、2位同じく B です。いや思った同じになりそうと思ったわかる。だって C 大絶賛したの、うん、もうそう あ、はい、あそうかその意見を聞いてね。違います違います。私の個人の意見です。違います。参考にしてないです。もう B はなんだやっぱ C と B を比較した時に、はい、やっぱ B はあのなんだっけそう新札幌乳業さんの、はい、小林牧場。そうそうそう小林牧場の皆さんのチーズかなって思いました。わかる。うん。ですでは、はい、じゃあ最後第1位同じく同じく C ですね。 C ですね、はい、一番味の癖強かった。 C なんか外国感っていうか、わかるわかる発酵臭っていうか、うん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 、なんかザチーズっていうフランス感がありました、うん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 、私的には、うん、私も思いましたでは、はい、ドキドキの行きますか結果発表。私3、はいいやね、一緒だね1位、まんま一緒です珍しく。じゃあまず A から A から行きましょう。せーのドンドン。新札幌乳業私たちの第3位、はい、新札幌乳業株式会社さんの小林牧場さん。この中で2番目に値段高い。そうですね。あれおいおいマジかもうマジか。じゃあ B 行きましょう。 B 行きましょう運命の。いきます。せーの。あああやった。 OKOKOK、B がですね、はい、株式会社さん、株式会社、はい、明治さんですね、はい、トカチカマンベールチーズ、はい、これ私たち2位2位でしたね、やつですね。ということは、はい、第1位がはい、はい、C の一番お高い株式会社久田さんの、はい、カマンベールドゥノルマンディ AOC、はい、一番高いやつですね。 なんと値段2400円。いやおめでとうございます。快挙でございます。答えな A と B 難しい。ちょっといやでもこれいい意味に捉えると、うん、あの A は癖がなくってなんか日本人向けの味だったなって
だから A はだから本当にだからザ、はい、本当に新札幌っていう、はい、ね、札幌の。ごめんなさい、これ私あのそう、ね、値段順で選んだ節があってあの一番食べやすくて好きだったのは A でしたね、うん、あー、はい、なるほどなるほどなるほど自白しますなんかそうね、そうグルメお高めっていう考えると、はい、C かなっていう、ね、そう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 、あの高級スーパーに売ってそうだなっていう安易な考えのもと作ったランキングです、うん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 、私はごめんなさい、ごめんなさい自分で正直正直に申し上げましたA が一番食べやすくて好きでした。なるほど、パンに乗せたい。私はもう言った通りです。 C がもうもう一回食べたいぐらい。みっちゃんカモンベール好きなんだよね。チーズが好き。なるほど。なんかゴルゴンゾーラとか結構癖のあるチーズが、はいはい、私カビカビ系なので、はい、いや嬉しいです。すごい、私当てられたわ。いやでも私もやっぱ、まあ、ちょっと A と B に、ね、違ったけど、はい、うん、でもあ一番高いやつ当てられたからちょっと私も嬉しいです。すごい、私も格付け成功って感じがして良かったです、うん、おめでとうございます。好みとは別の問題ですが、ね、はい、ではまたね、あの次回はね、はい、なんか楽しかった。次何しようかなって話ですけれども、はい、はい、ではまた次回もね、ぜひあのしおりちゃんも頑張ってください、はい、頑張ります。以上、今月のしおみくランキングのコーナーでした。はい、今月のおまけのコーナー、イエーイ。さて今回ご紹介させていただくのは映画のおそ松さん公開記念アニメイト店頭フェアプレゼンティッドバイ松の市です。今月3月15日公開予定の映画のおそ松さん合わせて、全国アニメイト17店舗でこちらのフェアが開催されます。期間は3月9日から3月31日で、期間中はアニメイト限定商品のほか ABEX ピクチャーズよりリリースされているおそ松さんグッズを購入、ご購入2000円税込みごとに、特典ポストカード全6種をランダムでゲットできます。絵柄は六つ子高校生バージョンとなっております。また3月9日から始まるこちらのフェアではアニメイト限定映画のおそ松さんグッズも販売される予定ですので、こちらもぜひチェックしてみてください。以上、今月のおまけのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングに近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。これからもコスプレイヤーさんの世界をいろいろな観点からご紹介していければなと思っております、はい、しおりちゃん今回いかがでしたか。いや、なんかあのしおみくランキング、うん、チーズに気を取られすぎて、うん、あの私が毎回楽しみにしてるみっちゃんの今月のおまけがすごい短くなってしまって残念な気持ちで。いやいやいや、全然もう、はい、あっちが、ね、盛り上がったからすごい私も楽しかったです。よかったね、はい。まあ、我々2人の、ね、活動はですね、ツイッターやブログなどを、検索していただければなと思います。そしてこの、いただければなと思います、はい、ではですね、それではまた次回お耳にかかりましょう、はい、皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。